ちゃんのキサです。お願いします。はい、というわけで引き続き、質問に対してのこうエピソードトークなんかを聞いていきたいと思いますけども、はい、ここ一気に聞いちゃいます。好きなマジシャンと憧れのマジシャンについて、よかったら、はい、教えてください、はい。まあ、好きなマジシャン、藤井明さん、はい、これ始めたきっかけ、そう、まあそうなんだよね。だから藤井明さんがマジックの素晴らしさを僕に教えてくれたっていう意味で好きなマジシャンかなっていうところで、まあ、言ってるんですけど、そう、本当になんか今までのマジシャンのイメージってこうスーツ着てちょっと上から目線のイメージが僕にあったんですけど、なんか藤井さんってちょっとね、ニコニコしてて、ちょっとその親しみやすさ、だって半袖でやってたしね、なんか T シャツ着てとか、だからあの感じが良くて、なんか僕もやりたいなって思って、でそれできっかけになったんですよね。そう、だから今ね、僕がマジックやる時のスタイルは T シャツでやってますし、なんかそういう影響もまあされてるっていう感じで、まあ、大好きですね。やっぱ今でもそれこそこの前一緒に一緒のイベントに出させてもらったり、日は違ったんですけど、うわ、憧れの人というかね、好きなマジシャンにと一緒にマジックできたっていうことで、すごくなんか感慨深いものがまあありましたけども、まあそんな感じで、まあ好きなマジシャン、はい、藤井明さんでございます。で、まあ憧れのマジシャン、特にやっぱ好きなマジ、その憧れのマジシャンのは、あのスペインのマジシャンが結構多いんですよ。うん、まあちょっとこれをね、あの聞いてる方はちょっとわからないかもしれないんですけど、まあマジシャンだったら知ってるっていう、あのマジシャンで、タマリッツさんっていうね、スペインのマジシャンがいるんですけど、もうこの人はもう本当に、まあ日本のマリックさんみたいな、スペインでいうそういう存在なんですよね。もう本当にカードマジックの神様、はい、まあこの方すごい大好きで、不思議なマジックをいっぱいやってくれますし、その中でもやっぱ楽しさもね、いっぱいやったりとか、でそのタマリッツさんがこう教えてるマジシャンみたいなね、ダニダ・オルティスとか、ミゲル・アンゲルヘアとかね、まあ、いろいろいるんですよね。あ、まあ、ミゲル・アンゲルヘアっていうのはガビのね、とかなんかちょっとマジックのちょっとマニアックなトークになりますけど、まあそう、スペインのマジシャンがすごい大好きでございます。あの概要欄に貼ってきますんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。うん。それではじゃあ次聞きたいですけど、はい。静岡でおすすめのラーメン、まあさっき名派だったじゃないですか。うん、おすすめのラーメン屋3選聞いていきたいと思います。はい、お願いします。